さあ、フェアレディ Z ですね。V6 ターボで480馬力ぐらい出てるのかな。まあ、FR、典型的なフロントエンジン、リアドライブのハイパフォーマンススポーツカー。やっぱりね、こう伝統的な Z ですからね。まあ、レースでも活躍したけど、昔サファリラリーに出た Z はかっこよかったな。エンジンは7000回転までだな。いやー、いいな。久しぶりにマニュアルのもう血の滴るような肉を食べるような感じ。ああ、なんだ、雨かよ。おお、結構足はいいね。180でちょっとこうバンピーなところを走ってんだけど、あ、ちょっとシフトが嫌だな。いやー、エンジン速いな。ちょっと V6 だからね、直力みたいなシュカーンって抜けた音じゃないんだけど、でもまあトルクとパワーたっぷりあるね。おっと、これホンダの高速のワインディングみたいだな。120キロで、ああ、でもダンピングいいね。シフトがこうストレートに行く感じがないんだよ。なんか変に斜めに行ったり、だから本当に然るべきギアに入ったかどうかちょっと不安になるんだけどね。なんだこれ VDC。 ちょっと VDC の機器が変だぞ。ケツが流れてね、片輪ブレーキつまむのいいんだけど、この辺は洗練してないな。さあ、この先狭くなってジャンピングポイントがあるところだな。スローダウン。ここやっぱね、腕のあるやつじゃないとダメだね。相当難しいコースだな、ここは。あそこはね、こっちから来るとジャンプするんだよな。ここ本気で走ったら本当に危ないわ。めっちゃ速いね。この辺のスタビリティはいいね、はい、FR にしてはね。これ配管ついてんだっけ？ついてないです。まあダンピングもいいし、スタビリティダンピングもいいしね。
ら辺は結構こだわってやってきました。ステアフィールもいいしね。まあ本当よくできてるね。シートも良し、ペダル配置も良し。これよりワインディングいきます。ここのボディーゴーストの感じいいね、はい、しっかりダンピングしてる。ニュル行かなくても大丈夫だね。ここで十分だね。これちょっとつまみ強いでしょ。ほらハイサイド来ちゃうね。こういうテストしてる？やってます。ちょっとつまみすぎ。一発目いいんだけど、二発目フロントにちゃんとつまむのが余計かなって。いや気持ちいいね。気持ちいいというか、ちょっとドキドキ楽しい。おお、ここも今のところも追い込んでもちゃんとアンダー出ないし、今のバンピーのところですね、はい、あそこ行くとフルバンプしちゃうんだね。そうです、スピード高いとね、清水さんくらいのスピードだとちょっと吹っ飛ばされちゃう、うん、これジャンピングポイントね。おお、久しぶりだな。20年ぶりに飛んだよ。こっち回り飛んでないじゃない。あ、こっち回り初めて。ですよね。うん。まあ一番大きい問題は VDC かな。はい。プライオリティは。はい、今度オートマチックですね。AT いいな。はい、マニュアルモードにしました。お、マニュアルモードだと自動シフトアップしないです。それは賛成。はい、Dレンジで普通にクルージングしてます。もう V6 のちょっと音がね、直6に比べて寂しい気がするけど、でもツインターボで、トルクとパワーはもう十分ですね。で、8速トルク AT なんだけど、まあ、Dレンジ走った時の、まあ、キックダウンとかシフトダウンも含めて、まあ、すごくレスポンスがいいですね。内側がちょっとね、路面が悪いって言ってたんだけど、日産こんな素晴らしいテストコースなんだから、もっといい車出さなきゃダメだな。あ、結構ここはわざと、あ、路面がデコボコありますね。でもね、やっぱり上下に動いてもダンピングいいから、まあ、最近にない日産のベストシャシーだなこれ。
150キロだよ、コーナリングスピードやばいな。あ、ここ180キロ、170じゃんか。ここ160キロだよ。VDC ついてるけどね、適度に押しが出て、これはもう本当に運転うまい人用のセッティングだな。スポーツモードね、まあ、スタンダードの方が、まあ、ちょっと安心して走れるけど、やっぱり VDC の制御が弱い方がハイサイドにならない分、乗れる人はこっちの方が乗りやすいかもわかんないですね。大丈夫か。140で、おっちょー気持ちいい。 AT の方がパワートレーン全体のなんかマスがあるから荒々しさが取れて、結果的にこっちの方がリニアリティも高いしコントロール性もいいよね。 MT の方がちょっとまあいろいろとまだまだ洗練させなければいけないところがあると思いますけどね。なんかちょっと Z ってね、甘く見せたけど、やっぱ本気で作ったね、これね。